岩座から始まる古い神話、小鹿野、三島神社。小鹿野町下小鹿野2174。小鹿野三島神社は、大山摘の御事と摘早江子と年代主の御事を祭神とする神社で、伊豆の三島明神を勧請して建立されました。社は小鹿野本館の北側、赤平川左岸に位置し、高知名はこの社に由来しています。口づてによれば、古くからこの地域では山の神を崇拝し、その依代として岩座が置かれていたそうです。社の創建は天正3年、1575年で、伊豆の三島明神の神霊を勧請したものとされています。江戸時代には本山派主源の越生の山本坊の配下である貴船山三島院の持ちであり、例祭は9月初取りに行われていました。社殿の内陣には、寛政6年、1794年に建てられたとされる幣部師の台があり、そこには、時、寛政6年虎、9月吉祥日、立松造立三島、大明神内科、氏子十分雲長久、大工吉田村高橋雲八郎と刻まれています。また、安永2年、1773年には氏子寄進により鳥居が建てられ、天保15年、1844年には岩主三島源右衛門により鳥居が再建されました。嘉永5年1852年には、氏子の氏名を記した板が納められ、そこには、戦時、嘉永、御神祠、都市、10月、吉祥日、三島命名声明という記述があり、24個の氏子が列記されています。列島である三島院は神仏藩前令により廃寺となり、その後は内田昭典が名乗り神職となって当社に奉仕しました。昭和19年、1944年の小鹿野大火によりこの内田家には里、修験時代の仏像があったが惜しくも消失してしまいました。この動画が良かったら、いいね、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。